マルコによる福音。その時イエスが山に登って、これと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。私たち一人一人名前持ってると思うんですけど、名前って、なんて言うんでしょう。自分でこれだって決めたわけじゃなくて、誰かに呼ばれたっていうところから始まると思うんですよ。自分の名前、生まれた時に付けられるこの名前っていうのは。で、例えば、私自身の経験なんですけど、あるところに行くと森さんって言われたり、あるとこ行くと森進学生とか、あるところ行くと森先生とか、あるとこ行くと森林とか、あるとこ行くとこうちゃんとか、あるとこ行くとこうたろうとか、あるところ行くと顔がたかしっぽいからたかしとか、結局なんていうか、その人の、そのグループとかその場所に合ったこう名前で呼ばれてるんですよね。で、それが結局その場所で何度も何度も呼ばれることでしっくりくるというか、それを私を指してるっていうふうに。でも結局それも誰かがある意味でこうつけてくれた名前というか、誰かが私を呼ぶために使っている名前なんですよね。で、今日この聖書箇所で一人一人こうイエスに呼ばれたこの弟子たちの名前が書かれていて、イエスに名前が呼ばれるっていう箇所がここにあって、で、私たち自身にちょっと問いたいのが、私たちがその名前がついている一つの理由、イエスに呼ばれるためにその名前があるんじゃないかなと思うんですけど、私たちがその名前を通してイエスに呼ばれているっていうこの実感があるかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、弟子たちもこう呼ばれるわけなんですけど、結局なんて言うんでしょう、最初にあるんですけど、イエスはこれと思う人々を呼び寄せられると、っていうふうに書いてあって、弟子たちだけじゃなくていろんな人が呼ばれてるんですよね。だから証明という言葉も教会にはありますけど、で、証明っていうとなんかこう神父とか修道者になるとかよく言われますけど、そうじゃなくて、私たち一人一人の名前を呼んでいるイエスがいるっていうことが、まずあるんじゃないかなっていう。で、その名前呼ばれているっていう私たちが具体的にじゃあどういうところにとか、どういう生き方とか、どういうふうにって言った時に、それは何て言うか、私のことを他の人がその名前で呼んで、その場所の私らしさを何かこうみんなが作ってくれるように、イエスによって何かこう私っていうのがこう、なんて言うんでしょうね、具体的になっていくっていうのか。
だから弟子たち12人の弟子たちにとってはイエスにこう名前が呼ばれながら、そのそれぞれにこうイエスが与えてくれた役割をこう果たしていく姿になっていくっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、ただし最後にこのユダがイエスを裏切ったってあるんですけど、そういうふうに呼ばれている私たちでも、まあ、ペトロもそうですけど、こう人間の弱さを持ちつつ、そのイエスの呼んでいる名前の形になっていくっていう、まあ、それが私たちの姿であり、そのイエスに呼ばれたその私たちっていうのが教会の形になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。仲間を思う気持ちが言葉になる瞬間、ぬくもりのある食卓への扉が開く。共に囲むこのひとときが永遠に続けばと祈り願う。ほんのちっぽけな幸せも一つになれば大きな幸せ。さてと手を合わせ輪になろう。こうやって画面越しに1年間、まあ、こう誰かと対話をしながらとか、あるいはまあ聖書朗読を通して、まあ、その聖書の場になんかこう入っていくとか、あるいはこう自分のまあ祈りの中で出てきた言葉をこうまあなんとか言語化してみたりとか、まあいろんな形で、常に私たちが信じているイエス・キリストをどうやって、まあ、表現したらいいのかなっていうのをこう模索しながらずっとやってきたんですけど、まあ難しいですね。なんかこう自分が新学生だからとか関係なく、なんて言うんでしょう、やっぱり教会の一人の人間としてどうやって自分たちが信じているものを人々に伝えていくかっていうのはとても、まあ、チャレンジでもあり、とてもなんていうか有意義なことであり、まあ、それと同時にとても大切なことだなっていうのを改めて思います。まあ、皆さんがどのようにこう受け取ってくださったかは分からないんですけど、なんていうかこれから私たちが、教会を通して人々にイエスのことを伝えていく、まあその少しでも助けになってたらいいかなというふうに思います。1年間ありがとうございました。Thank you.